あもう最高です。優勝してます。泣いちゃいました。なんか勝手に涙が出ちゃって、とても嬉しすぎて、よくわかんなかった。あもうシュートタッチが最初から良かったんで、ちょっとどんどん打っていこうかなっていう感じでいきました。やっぱり去年ウィンターカップベンチ入ったんですけど、試合もそんなに出れなくて初戦敗退だったんで、まあ今年はもう勝ちに飢えてたんで、まあ本当に優勝できて本当に嬉しいです。やっぱりそのリバウンドとかでチームを支えてくれてたんで、まあそこが一番、僕シューターなんでそこが一番助かったかな。今回のインターハイで高さが通用するってことが分かったんで、まあ、そこを伸ばしつつ、まあ、外のプレーも増やしていけたらなと思います。率直に嬉しいです。まあ、その走り込みとか自分たちがやってきたところで、まあ、最後後半とかそういうところで、まあ、試合進められて、でやっぱり勝てたっていうところで、やっぱりきつい練習とか一生懸命やってきてよかったなっていうのが、ギリギリのところでやっぱ波あって、でメンバーと練習する時間もあんまりなかったんで、やっぱり練習中の5対5とかどんどんコミュニケーションを取って、自分が遅れた分取り戻さないとっていう気持ちでやってたんで、最後みんなとコミュニケーション取れて、バスケやってる中で楽しかったので、やっぱりルーカスさんですね。そのルーカスさんにしかできないことを最後までやってくれたんで、そこが大きかったですね。今までやってきたことプラス、もっと走って前半からどんどんギア上げてやっていければ、ウィンターカップもそのいい結果残せると思うんで、もっと練習でハードにやるところはハードにやって、やっぱ本大会課題が出たのは前半の重い展開の時にやっぱり声とかが出てなかったんで、その練習中きついときにもうみんなで声出してやっていければいいかなと思います。やっぱり目標が達成できてとても嬉しいです、はい。まあ、やっぱりその自分たちは今までそのずっと負けてきてて、でみんなでその今年は勝ちにこだわるってなって、最後勝てたのがやっぱりその涙になったと思うので、それが良かったと思います。僕自身は一番頑張ったのはアブ君だと思ってます。だいぶ成長したと思って一番頑張ってました。まあ喧嘩もしましたけど試合中、でも一番僕自身で頑張ってますので、ゴールチャンス、イージーショット僕より決めてたんで、僕は結構落としてたんで、僕がちょっとダメだったと思うんで、そこは僕は直していきたいです。アブ君は結構入ってたんで、そこは良かったと思ってます。いややっぱりそのみんなが同じ気持ちになればここまで来れるって分かったんで、まあ、次はウィンターカップもあるんで、そのまたゼロからのスタートで頑張っていきたいと思って、まあ、結構今大会しょうもないミスが多かったんで、そういうしょうもないミスをなくして、あと自分たちの強みディフェンスからブレイクをもっとそのブレイクの良さを出せるように練習していきたいと思ってます。ウィンターカップには本当に嬉しいですし、やっぱり自分たちの代で初優勝っていうことができたので、それが本当に嬉しいです。そうですね、やっぱり去年の3年生の分もっていうのもありますし、今まで優勝したことないので、自分たちがやっぱこの優勝っていう記録を作れたことは本当に嬉しいです。やっぱりエイジですね、下山エイジ、やっぱりそのインターハイ県予選で怪我して、なかなか出れるか出れないかわからない状況でずっと練習に参加できてなかったので、やっぱり自分はあいつを信じてましたし、やっぱりあいつが入るとチームも良くなるって分かってたので、それにやっぱり
っかり応えてくれて、いいパスとか自分で行くところは行ったりしてくれたので、ね、助かりました。今日の決勝でもなかなかコミュニケーション不足でうまくいかない時間帯が長くて、やっぱり直すところはいくらでもあると思うので、ウィンターカップはしっかりそういうところを修正して、こんな勝てないと、こんな簡単には勝てないと思うので、切り替えて頑張りたいと思います。本当にもう選手に感謝してます。今まで悔しい思いをしてなかなかてっぺんに立つことができなかったんですけど、頂点に。ただこんなに嬉しいものなのかという、本当にやめないで今まで続けてきて自分が、でなおかつ子供もそれについてきてくれて、たくさんの卒業生が応援してくれて、それで本当続けてきてよかったなと思ってます。はい、強かったですね。やはり去年 あのうまくいかない1年があって、去年の子たちも今年の子たち同様本当に一生懸命努力してたんですけど、でもそれを北陸高校の1回戦で敗退という形になって、やはりなんていうんですかね、今年どうしても勝たなきゃいけないっていう思いになったのは、去年の北陸高校の1回戦の敗戦が僕の中ではあります。だから自分に厳しくなるためにも、新チーム結成の当初から全国で優勝するということを生徒にも言い続けてきましたし、勝ちにこだわれということも言い続けてきたのは、自分に対して選手だけ頑張れということではなくて、指導者として自分自身もそういうプレッシャーを自分に与えていくことで、あぐらをかかないように、とにかく死に物狂いでやっていきたいなという覚悟を持ちたいということで、まあ、そういう思いを口に出してたんですけど、やはりそれは去年の1回戦の負けがありますね。はい、同じ失敗を繰り返さないためにも、やはりもう冬場に春先に向けて本当に相当走り込みをしましたし、いつ何時またバスケットが再開してもいいように、準備は怠らなかったつもりです今年は。一番初めに越えなければいけない山の開志高校が、やはり選手も一番不安だったと思うんですよね。僕自身も不安でしたし、だけどあそこを乗り切れたことが、少し肩の力が抜けたというか、やればできるんじゃないか俺らはもやっぱりっていう、こう自信につながってきて、その後の戦いが少しこう落ち着いてきて、今日は力入ってましたねみんな。だから緊張するのも当たり前だし、そういう気持ちをにす、ごまかさないで素直にやれと、自分たちのバスケット楽しめって、もう最後楽しめって言って送り出しました。それは自分に言い聞かせたつもりでもあるんですけど、到底楽しめなかったですね。早く終わってくれ、早く終わってくれって思ってました正直。疲労もありますよね。だし、では帝京高校さんも一緒ですし、もうここは我慢比べだな、帝京高校さんとやるってなった時点でもう我慢比べだなって思ってたので、ただディフェンスはうまく機能してたので、そんなに大崩れはしないだろうな、ディフェンスリバウンドは取れてたので、MVP を出すとしたら、やっぱり、まあ、全員ですけどね、優勝してるんで、まあ、特に3年生の福田、ルーカス、アブ、で怪我をしながらでも頑張った下山、やっぱり苦しいところでシュートを決め続けた坂本光成、特にこのスタメンはうちのスタメンとして責任を果たして、バックアップメンバーも含めてですけど、まあ、全員が MVP じゃないかなという、ベンチメンバー以外の選手も含めてですけど、みんなで勝ち取った、みんな本当にコロナに感染しないために練習も分けたりとか、寮の中での生活もいろいろなところで不自由をみんなでかけて、みんながチームが MVP じゃないかなと。ただやっぱり僕は去年の
北陸高校の1回戦負けが結構僕の中ではトラウマになってて、だからそのあそこで火がついたというか、それなりの選手が今年いるからじゃなくて、よし頂点ともう一回取ろうっていう、取りたいなと思うきっかけになったのは去年の敗戦ですね。今年の彼らとの出会いではなくて、それぐらい去年あの敗戦があって、今年のチームでうまく勝たせれなかったら子供は勝ちたいと思ってるんで、僕は指導者失格じゃないかなって思ってたんで、僕の心の中ではややあのそういう自分自身 の, あの身体も考えながらあの取り組んでやってきたので、これは誰かに言ったわけじゃなくて、それぐらいの思いでやらないといけないっていうふうに思ったのは、やっぱり去年の北陸のインターハイがなくなって県の予選もさせてもらえなくて、初めて出た1回全国大会でいきなり負けたっていう、あのフリーズした子どもたちの姿を見たときに、もっと頑張ってきてるんだけど子どもたちは、でも負けたしか表に出ないっていう、こう、まあ、勝てばねこうやっていろいろ持ち上げていただいて本当にありがたいんですけど、でもやっぱりそういうところ以外でスポットを浴びれないで悔しい思いをしてた卒業生がたくさんいるので、やっぱり勝ちたいと思っている子供を勝たせてあげれるような指導者になりたいなっていう、改めて、思いました。もうこの勝ったこの時点で嬉しいと思ってると思うんですよ。今日一日は嬉しいでいいと思うんですけど、よしウィンターに向けて自分たちが次何やらなければいけないっていう明確な目標がもう彼らの中にはなかったら、もうウィンター優勝できないです。全国のウィンターで勝つっていうのはもっと難しいです。こういう悔しい思いをしたチームのが大半ですから、9割以上悔しい思いしてるわけですから、この悔しいという思いが嬉しいという気持ちをであぐらかいてたらすぐ やっつけられちゃうんです。僕自身はウィンターに向けてここを強化しなきゃいけないなっていうのははっきり明確に今の時点で分かって描いてますけど、子どもたちにそれが描けてないとちょっと黄色信号かなと思うので、まあ、その辺は本人たちとも、まあ、確認しながら、ウィンター2連覇できるように頑張っていきたいなと思います。